に引き続いての上演となりますので、皆様どうぞそのままでお待ちください。それでは斉藤実行委員長、開会宣言をよろしくお願いいたします。実行委員長の斉藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。開会宣言、皆様にはご多忙にもかかわらず多数のご臨席を賜りまして誠にありがとうございます。平成30年2月13日葛飾柴又国の重要文化的景観として選定されました。柴又の人々は代々大切に守り守ってきた歴史、文化、そして街並みがこのような形で評価されることを心から嬉しく思っております。そしてこれを祝賀するイベントを各も盛大に開催することがあったのは、ひとえに本日ご臨席いただきました皆様方や関係者の皆様方のご協力、ご尽力によるものと心より感謝を申し上げる次第でございます。主催者を代表いたしまして皆様方へ感謝と気持ちを込め、またこの下方の風景が脈々と構成とつながっていくとご記念をしまして、ここに葛飾柴又重要文化的景観選定記念イベントの開会を宣言いたします。今宵ひとときの夜の宴にあなたは見せられる。